いやいや、金曜日はよろしいですね。はい、2019年のですね、俺たちの、開発してきたアイテム、こちらです。まあ、釣れますよね。見ての通りダウズ微動のちっちゃいやつです。で、スピニングで投げるっていう前提で、今までは90ミリだったのが70ミリになりました。で、元々のね、ダウズ微動オリジナルがとても優秀なミノなので、そのアクションを、しっかり踏襲して、メリットとしてはやっぱりスピニングで扱えるっていうところでラインの、細いものを使えたりとか、ダウンサイズしたことによってマッチザベイト、よりこう小さなベイトフィッシュに、マッチするであるとか、そういったことがあると。で、90ミリが70ミリになった、もちろんこれで断面の径ですよね。ルアーとしての断面の径も、9分の7になっているっていうところでアクションのレスポンスが非常に、高いモデルになりました。だから今までのダウズ微動のアクションも引き継いでるし、飛距離も引き継いでるし、さらにアクションのキレまで上がってる。ああもう釣れるしかない。それがこのスピン微動です。はい、続いてこちらはですね、ハイブリッドルアーですね。頭側が硬いマテリアルで、テール側、ボディからテールセクションがソフトマテリアル、これをハイブリッド融合することによって硬いだけのバイブレーション、柔らかいだけのバイブレーション、それぞれメリットあるんですけど、メリットはあるけどもどこかでデメリットが出てしまって、それによる、これちょっともう惜しいなっていう感じがあった。でそれを融合させることによってメリットを残しながらデメリットを生まない、だからもうメリットしかない、お互いのメリットがより高まり合ってる。で元々ね、これを作ろうと思ったきっかけになるルアーが、ビッグバッカーソフトバイブっていう、もう少しミノーシェイプなバイブレーション、ソフトバイブレーション、それもハイブリッド、硬いものと柔らかいものがミックスされてる、ルアーがあるんですけど、これがね非常によく釣れる、ルアーとしての性能が非常に高い。で、正直2018年、一番僕の中で衝撃的だったルアーはもう間違いなくビッグバッカーソフトバイブです。でそれをなんとかそのバスに、というかこのもう最近はバスだけを狙うアングラーでもないので、僕はいろんな魚を釣りたい、その中でルアーとして、高次元なルアーを作ろうと思った時に長いものがあればやっぱりこういう扁平の、ブルギルシルエットなルアーっていうのがやっぱ必要になってくるんで、作りました。なかったら作る、これがね、これの結果生まれてきたのがこのルアーということで、非常にねこれは釣れるルアーに仕上がってます。はい、ご期待ください。終わり。ヤマメですね。上顎のところちゃかっと。今回だから新作の針がこれさね。これが、タフワイヤーでできてて、で表面コートを本当に薄くしてあって刺さりが良くて。バレにくい形状でっていうところを作ってる。おった。こういった岩の壁を登っていくような時ですね、坂を登っていくような時は
ですね、滑ることが多いので必ずあの片手がですね、竿を持っていると両手を開けることってなかなか難しくて、片手だけでもとにかくですね、フリーの状態にしておいてください。両手に物を持っているとですね、滑った時に手をつくことができないので、必ず片手をですね、フリーにした状態で滑っても手でですね、滑りを抑えられるような状態で登っていくといいかと思います。